で親しまれている太宰府市にあるかまど神社ですが、6日と7日の2日間にわたってお祭りが行われました。初日の様子を取材しています。太宰府市にあるかまど神社では旧暦の七夕に合わせて6日と7日の2日間七夕祭りが行われました。縁結びの神様として有名なかまど神社をさらに多くの人に知ってもらおうというものです。恋愛だけでなく仕事や人間関係などにおいても良縁を結んで充実した時間を過ごしてほしいという願いが込められています。2005年に始まり今年で7回目になります。まずこのかまど神社の自然の風景というのがとても素晴らしいところですので、そういった風景の木々のざわめきなんかも楽しみながら音楽を一緒に楽しんでいただけるというところがとてもいいところかなと思います。七夕祭りの期間中にはさまざまな催しが行われます。6日は太宰府リコーダーアンサンブルによる奉納演奏が行われました。太宰府リコーダーアンサンブルは昭和58年に太宰府小学校 PTA の人たちによって結成された合奏グループです。市内を中心に小学校や公民館、町のイベントなどで活動しています。かまど神社の七夕祭りでは始まった年から演奏を行っています。演奏に使う楽器はソプラノ、アルト、テナーリコーダーなど5種類のリコーダー。温かい木のぬくもりを感じることができる音色が特徴です。夏や星をイメージさせる曲など全部で十数曲を演奏しました。とてもいいじゃありませんか。一人一人のね演奏がものすごくいいみたいですね。こうなんか一人一人のあれが聞こえてくるみたいですよ。本当に素敵なコンサートで、これから の皆さんの幸せと、またこれからご加工を記念しつつひとときを過ごしました。ありがとうございました。最初はまだ日が照ってて暑い中だったんですけど、だんだん涼しくなってきて、でセミの音とか、まあ、虫とかもたくさんいながらこう自然の中で音楽を聴けたからすごく癒されました。なんか結構身近に私はまだその中学校とか小学校をすごく思い出しながら聴くこととかもできるので、そういうところはやっぱ身近な楽器っていうところでいいなと思いました。たくさんの人が訪れた七夕祭り初日のリコーダー奉納演奏。
2日目には竈門神社の男性神職による神楽や福岡大学落語研究会による落語披露会が行われました。